はい、皆さんこんにちは、アンチです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、自律神経を整える方法ですね、お届けしたいと思います。はい、まあ、自律神経ってね、あまり聞いたことないかもしれないんですけども、自律っていうのはですね、自分で律するって書いて自律なんですけども、これはですね、自分の意思では動かせない神経のことなんですね。例えば心臓が動くとかですね、胃腸が動くとかですね、そういうものはですね、自分の意思とは関係なく自然に動いてるものじゃないですか。そういうものを自律神経って言うんですけども、この自律神経神経の乱れで何が起きるかというとですね、寝不足、不眠症であったりとか、イライラしたりとか、この気持ちが焦ったりとかですね、動悸がするとかですね、いろんなそのよくわからないような症状が起きるのが自律神経の乱れから来るものなんですね。で、この自律神経を整えるっていうことがですね、この現代のですね、重要なことかなって僕は思ってるんですね。例えばですね、ストレスとかでですね、この自律神経が乱れるとかいうことがよくある話なんですけども、それでですね、寝れないとかですね、不安を感じるとかですね、そういうことで悩んでる方が非常に多いと言われてるんですね。で、今回はですね、その自律神経を整える方法、まあ、簡単にできるですね、整える方法ですね、お届けできたらと思っております。で、この動画はですね、40代50代の方がですね、健康であったり美容であったりなりたい自分になっていただけるための動画配信としております。ぜひ最後までね、聞いてください。はい、まあですね、自律神経というのはですね、交感神経と副交感神経というのがあります。これ僕過去の動画でですね、アクセルとブレーキという言い方をしているんですけども、交感神経というのがですね、アクセルで、副交感神経というのがブレーキという形で僕は伝えてるんですけども、どちらかというとですね、交感神経というのはアグレッシブに動くことですね、仕事をするとかスポーツするとか、こう行動するときに動くのが、まあ、交感神経なんですよね。で、副交感神経というのは、ね、逆にリラックスする、くつろぐ、休息するというですね、こう気持ちをリラックスさせてこう緩和するようなものが、副交感神経というものなんですけど、このアクセルとブレーキがですね、バランスが良ければいいんですけども、例えば副交感神経がぐーっとアクセル踏みすぎて何が起きるかというとですね、焦りとか動悸とかそういうのに出てくるんですね。で、副交感神経が逆に活発に動くとですね、眠たくなるとか何も動きたくなくなるとかですね、だるくなるとか、そういうような領域に行っちゃうんですね。で、これがですね、逆に両方を一番動かない状態になるっていうのが一番疲れっていうところなんですね。で、一番バランスよく動いてるのが一番元気なところっていうところなんですけども、そういうような感じで考えていただけたらと思うんですね。で、今僕がですね、言っているのはですね、交感神経が、アクセルが踏みすぎた場合っていうのと、副交感神経が働きすぎた場合っていうことなんですけども、副交感神経が働きすぎるっていうのはですね、この現代人なかなか少なくてですね、年齢とともに副交感神経っていうのはこう衰えてくるらしいんです。ということは、交感神経、アクセルを踏み続けるっていうことがですね、この日常習慣でよくあることなんですね。なので、イライラしたり焦ったりとかですね、動悸がしたりとかですね、そういうことがある反動でですね、夜になったら寝れないっていう症状にたどり着いちゃうわけなんですね。なので、副交感神経をですね、活性化させていかないと、この自律神経の乱れって整わないんじゃないかなって僕は思っております。で、そこでですね、僕が一つ今日お伝えしたいのは、副交感神経をリラックスさせるための方法に近いんですけども、それをちょっとお届けできたらと思います。自律神経はですね、血流、血管とですね、密接な関係と言われてるんですけども、で、交感神経が優位に働くと、筋肉がグッと力入った状態、緊張した状態なんですね。この時っていうのは血液の循環が止まっちゃいます。流れが悪くなっちゃいます。で、逆にですね、副交感神経というのは筋肉が緩和しちゃうんで、血液が流れやすくなるんですね。で、これをですね、緊張と緩和とも言うんですけども、この現代人はですね、やっぱり仕事をしているとかですね、ストレスを感じてるっていう時はですね、筋肉が緊張している状態なんですね。こわばってる状態なんですよ。みたいな感じなんですね。こんな感じでいくとですね、交感神経が優位に働きすぎて、必要な血液が流れにくくなるわけなんですね。で、そういうのもセルフケアとして届けていきたいのはですね、寝る前にぜひやってほしいのがこの正座スプレーなんですよ。で、ギューッとですね、筋肉が収縮しているときに、血液が流れにくいときに、この炭酸スプレーを使ってあげるとですね、例えば自律神経の場合でしたら、この頭から首ですね、この頭のてっぺんからこういう感じで首にかけてほしいんですよ。で、ここでですね、自律神経のこの流れであったり、血液の流れが、ここで活性化されることによって、筋肉が柔らかくなりやすいんですね。言えば血液が流れやすいと言った方がいいかもしれないんですけども、これでですね、筋肉が弛緩しやすくなってきます。今、こう、グッとなっているのが、こうかけることによって、ちょっと脱力するっていうイメージなんですけど、ここからですね、セルフケアなんですけども、まずですね、こう、やっぱ肩をですね、上に上げて、ギュッと上げて、ストーンと落とす。
はい、もう一回ギュッと上げてストンと落とす。これは何かというとですね、常に緊張している状態で肩がやっぱこう自然に上がっちゃうんですよね。上がってるのをですね、あえて意識をして上げてあげます。上げて次は意識的に落としてあげることによってこの自律神経が整っていくんですね。食べてストーンストーンですね、はい、こういう形でやっていただけると自律神経が整いやすいんですよね。で自律神経って最初に言ったように、自分ではですねコントロールできない神経なんですね。なのでこうストレス感じる時にこう上がってるのもこれ自分で意識してない状態、無意識の状態でぐーっとこう緊張しちゃってるんですよ。それをですねあえて自分の運動神経っていうんですけども、この自分で運動してあげて上げてあげてですね脱力する、上げてあげて脱力する、これでですね自律神経が正常に戻りやすくなってきますので、ぜひ一度ですねこの運動、簡単な運動をまずですね今日一つだけお伝えしたいと思いました。でいろいろですね自律神経を整える方法でたくさんあるんですけども、またですね順次やっていきたいと思いますので、よかったらいいねのボタン、ぜひチャンネル登録の方ですねよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。